でいろんなところに合流する二人ごとです。今日はなんとホテルビュッフェ、神戸のオリエンタルホテルの朝食に行ってきました。ホテルの17階最上階に位置するメインダイニングバイダーパシフィック、なんだっけ、メインダイニングバイダーハウスオブパシフィック、わお、軽い気持ちで行ったんですけど、行ってみたらなんか種類も豊富だったし、何よりも数量限定のこのフレンチトーストがもうたまらなかったのでご紹介します。朝食は朝7時から10時半までで、10時ラストオーダーとなっています。フロントのお姉さんが7時に行かないとフレンチトースト厳しいかもって言ってたので、私たちは朝早起きをして7時に到着しました。料理は和洋中、正直めちゃくちゃ品数が多いかといったら多くはないと思う。でも一つ一つがとっても美味しかった。個人的にはこのモッツァレラチーズ、これ取り放題は嬉しかった。トマトと組み合わせて一杯食べました。オムレツとかはもちろんその場で作ってくれるし、なんか蒸し野菜とかもあって、それが良かったな。昔の大好きなトウモロコシも茹でられてて、これを何個食べたことか。あとはもうね、当たり前だけどジャパニーズライスお味噌汁、漬物きんぴら、酒と、まあ日本のよくある朝食とかはまあほぼ網羅されていたし、ヨーロッパやアメリカ系のお客様が多かったから、シリアルとかヨーグルトとかそういうのも結構たくさん用意されてました。バナナとかね。私たちはもちろんジャパニーズブレックファーストです。そうこうしてるとフレンチトーストが運ばれてきました。これは本当に数量限定なので、もう席に着いた瞬間にお姉さんにストックしといてもらいました。もうほんとサクサク具合が見た目からも伝わってくると思うんだけど、サクサクなので、こうね切ってみたんだけれども、切ってみると中はなんだかとっても柔らかくて、もう絶対美味しいなっていうのが切ってる瞬間に分かった。中はこんな感じ、トロトロです。でもね、これ甘すぎないんですよ。こうなんか歯にかかってるけど、全然甘すぎなくて、くどくなくて、もうとにかくこれは本当に美味しかった。今までもね、やっぱいろんなとこ行って食べてるんだけど、これはもう震えた。こんな感じ。ブレックファーストの最後を彩るのはやっぱりこんな感じのプリンとか、これもねすっごく美味しかった。色がもう全然違うでしょ。バニラビーンズも入ってるのを感じます。そしてやっぱりちょっと外国人ぶってシリアルを食べました。実は無類のシリアル好きです。蜂蜜も大好きなのたっぷりとかけました。最後にドリンクの紹介なんだけど、まあアップルとか、オレンジとかよくありそうなものとかはもちろん揃っているんだけど、個人的にはアサイーブレンドジュースがあったのが嬉しかったポイントでした。朝からなんだか健康的な気分になれるよね。お腹いっぱい食べてしまったので、コーヒーはテイクアウトカップに入れて持ち帰ることにしました。こういう持ち帰りができるサービスが用意されてるっていうところがホテルのいいところだなって思いました。1年ぐらい前の皆さんの投稿とかを見ている限りは、結構まだビュッフェ形式ではなかったみたいなので、最近なのかな、戻ったのは。これビュッフェの方が絶対に楽しいと思うので、ぜひ行ってみてください。私たちのこの落書きも見つけてくださいね。朝7時に着いた時にはもちろんお客様はいなかったけど、どうだろう、10分ぐらいでもう満席になっちゃったんじゃないかっていうぐらい大人気なので、本当に早く行くことをお勧めします。さあ次はどこに行こうかな。二人ごとでした。